このカオルくんと、うわ、怖い。やめてよ。ちょっとさ、しんみりからのそれやめてくれ。頭のチャンネル。皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回も引き続いて、そのビスクドールは恋をする第8話か8話を見ていきたいと思います。前回は五条くんとマリンちゃんがおうちデートする回でした。マリンちゃんが作ったオムライス風チャーハンに爆笑しちゃった回でしたね。あの回を見た後、私も影響されてオムそばを作ったんですけど、卵の上にマヨネーズでごめんって書きました。テンション上がるんでおすすめです。そして前回の終盤ではジュジュ様の妹ちゃんが出てきましたね。あれ、ジュジュ様の妹ってビビるくらいに、いろいろと大きい恥ずかしがり屋の可愛い妹ちゃんでしたね。さて今回はカメ子であるジュジュ様の妹ちゃんの活躍が見れるんじゃないかと思って楽しみにしてます。それでは早速見ていきたいと思います。そのビスクドールは恋をする第8話です。8話か。ゴー頭のチャンネル。今ね、まだ朝のね7時前でね、ちょっと頭がボーってしてます。ごめんなさい。アレクサが喋りました。じゃあ見ていきたいと思います。第8話、逆光おすすめです。しんじちゃんか、妹ちゃんの名前はしんじちゃんね。しんじちゃんね、しんじちゃんが撮ってんのか、すごいね。あ、そうなんや。コスネームもアカウントもしんじちゃんが作ったん。姉ちゃんの可愛い写真、誰かに見てほしいって思って。あら、かわいい、ジュジュ様。あ、そういう経緯があったのね。しんじちゃんが初めてんな、コスプレアカウントとか。あ、ジュジュ様、他人の評価はどうでもいい。しんじちゃんはお姉ちゃんのこと大好きやねんな。ねえ、大好きです、お姉ちゃん。そっか、素晴らしい姉妹愛。ジュジュ様照れてるの、かわいいね、口がかわいい。なんかオープニングの入りがいいな、毎回毎回。見つめてくれた。なんかさ、その2人の事情を知って見るオープニングってさ、今まで見るオープニングと違うな。今まで妹ちゃんがそのアカウントとか作ってさ、コスプレの活動を運営しててんな。なんかそういうのもいいよな。ズッズッ、なんかこのオープニングでさ、マリンちゃんがさ、こう耳にこうさ、髪の毛を耳にかけるシーンあるよ。そこでチラッと地毛が見えるのがいいよな。さっきのポイント、そういう細かいところいい。第8話、逆光おすすめです。お父さんの一眼レフやってんや、カメラは。カメラが趣味のお父さんね。あ、レンズって交換するものなんですか。結構あれか、カメラのことに関しては五条くんはあんまり知らんねんな。質問がいちいち、写真が可愛いな、すごい。すごいな。ジュジュ様照れてる、可愛い。確かに、しんじちゃんはコスしないの？しんじちゃんはしないの？お姉ちゃんが撮るのが好きなのでしないのね。写真撮ってね、マリンちゃん。一眼レフって5万ぐらいとかするんじゃないの？18万。そんな高かった？30万？レンズも別売りなんだよね。そうやな。お金に踏み潰される五条くん。そやな、カメラって高いな。確かにね、カメラはピンキーだから無理しすぎないのを選ぶのね。ロケハン、あ、下見、へー、いいね、楽しそう。新三郷駅どこやろう。はい、病院スタジオ。ジュジュ様、怖いの苦手ですか。ジュジュ様、マリンちゃんとシンジちゃんもう早速仲良くなってんな。ジュジュ様、どうしたの。犬井さん、こういう場所苦手なんですか。そんなわけないでしょ、もうここまでテンプレートやな。ストロボレフ版、わあ、すごいな、なんかプロの発言っぽい。あ、タイトル回収、逆光おすすめです。天気がちょっと怪しくなってきましたね。あら、ジュジュ様どうしたの。ちっちゃいビクビクして、小鹿ちゃんみたいに可愛いね。大丈夫じゃなさそう。わあ、すごい、いい写真を撮るために頑張ってるんだね、ジュジュさん。ちゃんと人が無理してるのを察せるのが五条くんの良さやんな。ジュジュ様と五条くんが二人で語り合うのがいいね。五
きくなったら魔法少女になる。私もその夢あった。初めてのコスはひどいものだったけど、無理をしてでも私は私の夢を叶えたい。そっか、ジュジュちゃんのその無理の裏にはそういう心情があってんな。マリンちゃんの写真を見て嫉妬した。羨ましかった。一目惚れ。五条くんの作った衣装に一目惚れ。一目惚れさせるってこと。僕も大きくなったらお姫様作れるようになりたい。このカオルくんと、うわ、怖い。やめてよ、ちょっとさ、しんみりからのそれやめてくれ。カオルくんと五条くんの関係いいとか思った途端にこれ。あ、そうだったの。ジュジュ様、手を握られるのが初めて。触れただけで。あー、これはちょっと、これはちょっと面白い展開になってきましたね。はい、あ、テスト終わったんか。海行こうぜ今から。もう陽キャ、陽キャの象徴。わー、いいな。ハンバーグ食べてんの？何食べてるの？どうして海来たん？ハンバーグ食べてる。マリンちゃんかわいいな。かわいい。気は詰まったじゃん。して五条くんの顔。いい、いい、このなんかもう脳みそ陽キャの感じ、いい。北川さん行動力かわいい。ポテト、ポテト、あトンビに取られる。なんかさ、今回さ、歩き方がすごいリアルじゃない？すごいリアルやけどさ、ナチュラルな感じ、いいなぁ。わぁ、いいなぁ、今回すごくいい。え？うわ、青春してんなぁ。半分ごっこしたらハンバーグ。あ、優しい、マリンちゃん優しい。シラス、あの白いのはシラスやったんや。シラスハンバーグ。マリンちゃん足すごい空いてるな。タピオカ飲む？関節キスか？これってもしかしてデートじゃないの？海入る？自由やな、マリンちゃん。あ、見えた。かわいい、無邪気。真っ赤っか。見えてます。見えてますの方が正しいけど。いやー、和むね。ちょっと待ってください。五条くんの乙女。五条くんの方がすごい乙女やねんけど。え、海初めて？あ、そうやったんや。え、このさ、ちょっと待って、この作画すごくない？めっちゃ綺麗やってんけど、すくってパッてこうやった動作すっごい綺麗やった。綺麗です、ここでも綺麗ですの言葉が。マリンちゃんの表情、私といろんなとこ行こうよ。マリンちゃんの顔がガチ恋してる。はあ、逆光。ここでそういうこと。五条くんの逆光。ああ、全身がわかめ。わかめで滑ったのね、五条くん。いい、いい、いい、いい。とてもいい。まさかね、逆光の写真が五条くんやったのは分かりませんでしたわ。なんかマリンちゃんの写真の逆光具合がめっちゃ最高みたいな感じだと思ってたけど、いやでも確かに五条くんの逆光姿、逆光姿って、逆光姿もマジでよかった。あれは惚れる。キュンキュンキュン、トゥ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 、キュン。Q は写真を見たらいろいろあったからです。いろいろとは。はい、見終わりました。感想に行きたいと思います。お金のチャンネル。はい、
ということで見終わりました。今回はジュジュ様の妹ちゃん、真珠ちゃんとジュジュ様と五条くんとマリンちゃんの4人でスタジオ撮影の下見に廃墟に行きました。いや、さすがコミュニケーションお化けのマリンちゃんですね。すぐに真珠ちゃんとも打ち明けることができてましたね。真珠ちゃんもカメラの話をしててすごい楽しそうでした。一方ジュジュ様と五条くんですが、廃墟に怖がるジュジュ様が震える小鹿みたいで可愛かったです。そこでジュジュ様のコスプレに対する愛を知れましたね。五条くんが作った衣装に一目惚れしたというジュジュ様の言葉に対して五条くんがホラーギャン泣きするシーン、笑っちゃいましたしんみりシーンからのギャグシーン、バランス完璧じゃないですか。今回も笑わせてもらいましたわ。さすが奇跡恋です。そして期末テストが終わり、マリンちゃんと五条くんは2人で海に出かけます。海に行くのは写真撮影のためとかじゃなくて、ただ海に行きたいっていう欲求のためだけに行く。マリンちゃんの行動力すごすぎません？そして実は海に行ったのは初めてっていう五条くん、今までほんまにずっと一途にひな人形に向き合ってきてんなって思いました。そんな五条くんを見て、これから2人でいろんなところに行こうよって誘うマリンちゃん、そのマリンちゃんの表情がいちいち可愛すぎるし、恋する乙女の切ない表情をするんですよね。自分の好きな男の子の写真を撮るマリンちゃん、ここで本当のタイトル回収でした。逆光おすすめです。めっちゃ良かった。まさか五条くんの写真を撮るとは思ってなかったです。ストーリーも文句なしに良かったんですけど、今回動作の作画も良かったと思います。なんか今回の作画なんですけど、すごいナチュラルな動きが多いなと思ったんですよね。ナチュラルっていうか、なんかリアルな人間の動きみたいな感じ、リアルな人間の動きやけど、ただの模写とかじゃなくて、うまいことアニメに馴染ませてる、アニメと実写をナチュラルに組み合わせたみたいな、そんな作画やなって思いました。なんかアニメっていうより PV みたいな、そんな感じ。今回の海の2人のシーンだけで PV とかマットとか作れそう、そう思いましたね。でさ、オープニングにもあるさ、一番最後に五条くんとマリンちゃんが2人で池袋の真ん中の公園をね歩いていくシーンとかでも思ったけど、結構五条くんの歩き方とか動作がおしとやかで、見てて五条くんの性格が出てるなって思うんですよね。キャラクターの性格をアニメ動作でも表現できるってめっちゃすごくないですか？ストーリーも良すぎてアニメ表現も最高って、もうこのアニメ言うことないじゃないですか。マジでいいと思います。マジですごい。次回はついにスタジオで撮影会になるんですかね。次回も可愛いマリンちゃんたちが見れるのを楽しみにして、今回はここで終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。いや